今井美穂は、群馬県富岡市出身の自転車競技選手である。CO2 バイシクル所属。富岡市立、西中学校、群馬県立富岡東高等学校、東京女子体育大学卒業。小学時代から陸上競技に取り組み、中学時代に高橋直子に憧れて、オリンピック選手を目指そうと長距離走を始める。 そうたか飛びでも優秀な成績を収めていたことから、高校時代、大学時代は7種競技に取り組んだ。大学卒業後は小学校の教師となり、陸上競技から身を引いた。通勤用にロードバイクを購入後、買い足した自転車がたまたま、マウンテンバイク競技に出場できる、シクロクロスタイプだったことからレースに参加し始める。2017年全日本選手権。 自転車競技大会シクロクロスを優勝。また、2018年から3年連続で全日本、マウンテンバイク選手権大会クロスカントリーの優勝を果たした。五輪初出場となった2020年、東京オリンピック自転車女子、マウンテンバイクでは規定タイムを上回って、レース除外となり37位だった。中学時代の同級生に、バレーボール選手の石田瑞穂がいる。 ありがとうございます。